こちら、なんでこれと。バンバンバン。ちょっと待ってくれ、今行くぞ。藤井彩香のハピラジ。ハピラジは、今日はお家から温かいお茶を入れてきました藤井彩香です。ハピラジは、皆さん傘の先っちょ制御できてますか？私電車の中で膝がびしょびしょなんですけど、ナナミカリンです。よくないですね。よくないよね。いや、あれたまに腕にかけて釣り革をつかまると、そう座ってる人の膝先にちょうど雫が落ちてきますよね。まさにそれです。私それ、本当に皆さん傘フリーにしないで。いや、ほんと、私だから立ってる時とか、よくもうカバンにかけちゃいますもん。あ、それね、気遣いできる人ね。本当に、だから、ビニール袋あるじゃないですか、傘入れの、あるね。あれなんか商業施設とかで入れるじゃないですか、あれは私捨てずに持って、あ、本当に電車の中とか入れたりとか。気遣いのできる子します。本当にあれはね、言えないしね、こう避けるしかできないんだよ、膝をこうシュッシュッシュッって。そうですよね、本当に。みんなで気を使っていきましょう。いきましょう。はい、ということでこの番組は、はい、同じ事務所の2人組が自分たちのことを話しつつ、皆様からいただいたお便りを通じてリスナーの皆さんにハッピーな気持ちになってもらう1回2本撮りの番組です。あら、今日は麗しい感じなんでね。ノンタイアップがゆりのゆるい番組です。だいたい隔週更新、だいたい30分から45分、基本行き当たりばったりという名の自由な番組となっております。ということで、先日家具の売り場を見ていて、ついうっかり椅子に座ってしまい、その場で机と椅子を買ってしまいました。僕りんなのでシュガー。ハピラジピーか。コーヒーに砂糖は入れる派ですか？入れない派でシュガー。少し上品な感じで読めば軽減されるかなと思ったんですが、無理でした。無理でした。じゃ、まずあのタイトルコール何あれ。あれはデカです。私、そうね、デカが無線をちょっとね、やってみたんだけど、はい、私は現場で戦っていました。そうだね、伝わってくれたら嬉しいんだけどね。でも最初のあのううが多分絶対伝わりますよ。あ、よかったよかったよかった。このさ、うっかり椅子に、なんかちょっとこれさ、ちょっとコーヒーの砂糖の話の前にあれなんだけど、はい、なんかショッピングでさ、椅子選ぶときってなんか大体歩き回って疲れてるから全部いい椅子に感じる説ない？あー、私椅子を買ったことがないって。そんな人いる？え、うん、どういうこと？それ買ったことない。その、まあ、家に置く椅子とかは、その私が選んでなかったりとか。今の家には椅子はない。椅子ないの？ないですね。へー、じゃあ今度買いに行くときさ、はい、ちょっと休んでから座った方がいいよ。あー、もう座れるということ自体が、そう、もう、あー、幸せってなっちゃうから。そう、もうすっごいハードル下がってるから。なるほど。それ多分ハピラジビーも騙す、だ、あ、ごめんなさい、騙されちゃったんでしょうかね。かなって思って、きっといい椅子と机を買ったんでしょうね、ってずっと聞いてました、この話を。で、さ、コーヒーに砂糖は入れる派ですか、入れない派でしゅうか。ちょっとうまいなこれ。砂糖は入れないと飲めないです。そうですね、もうコーヒー飲めるんだ、そもそも。ブラックはもうちょっと結構飲めなくて、そうだね、ラテ系だったら、とか砂糖を入れたら飲める感じですかね。飲める。はい、私さ、本当にもう今はあえてやめてんだけど、はい、もう砂糖水ぐらい入れちゃう、たまにいるじゃん、そういう人。うん、それ本当にスティックシュガーだと、紅茶とかコーヒーとかだと多分5、6本入れて、角砂糖も入れてみたいな、はい、原型とどめないぐらい入れちゃうタイプですね。本当に体に悪いというか。でも気持ちは分かんなくもないんですよ。やりたいんだ。コーヒーの場合は、紅茶は私はもうストレートとかレモンが多いんで、あ、そうかそうか、そう、砂糖は入れないんですけど、コーヒーはね、ちょっと苦いから、ね、ついつい入れちゃうんですよね。そうね、まあ気をつけましょう。はい、それでは次のコーナーです。藤井彩香のハピラジ。フリートーク。はい、ここからは本当にフリートークです。雑談とお便りを中心にお届けします。というわけで、フリートークと言いながら、ハピラジ P から指令が届いておりますので読んでください。
さて、2023年3月17日を超えたので、ハピラジついに1周年となりました。わー、やったー、すごい。ということで、うん、ここまでたどり着くまで苦難の連続でしたな。はっはっはのは。ということで、今回は1年の反省ではなく、来年の未来予想をお願いすることにしたのだ。ハピラジ的未来予想。1年後、この番組はどうなっていると思いますか？うん、今回は2人でハピラジ1年後どうなっているかベスト3を発表していただきますように、どうぞよろしくお願いします。うん、本当にお二人には大変お世話になっておりまして、心より感謝しております。あら、なんかこの一行すごい、すごい社会人ちゃんとした一行。一瞬親父としてのあれが抜けました ね。3つ発表するまで帰れま天気予報。嘘だったダメだった、未来予想ヘイということで、一瞬イケオジになったと思ったら親父だったね。ですね。ということで、なんとなんと1周年迎えました。そんなやってるかね。そうなんですよ。あと、なんか感覚的にはね、あんま1周年っていう感じしないんですけど、ね、本当に3ヶ月ぐらいの感覚。そう、本当にあっという…でも結構ガチでそうですよね。ガチでそう、ガチでそうなんですよ。なんでなんだろう、なんでなんだろうね。そうなんですけど、まあ、ありがたいことに1周年迎えさせていただいたということで、ね、ありがとうございます。はい、本当お便りもね、いつもたくさん、そうなんですよ、送ってくださって、勢いが衰えないってすごいですからね。やっぱお便りに関しては、ね、ますま…さあ1年後いいね、この反省させるんじゃなくて未来予想させる感じ。ちょっと今日は生きようじ寄りかな、ね、ハピラジピーね。ハッピーハッピー、うん、いいと思いますよ、それは。ベスト3、ベスト3ベスト3というか、まあ、やりたいこと3つとかですかね。まあ、まあ、1個はまずは、まずはやっぱお肉は、お肉絶対に外せないですね。お肉大丈夫、タメガイ、ハナとハピラジピーのハピラジになってない1年後。ダメ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 。あんまり悪態つくから我々が。いやいやいや、大丈夫かな。させませんよそれはさせませんいい、ね、お肉にかけて、お肉ね、はい、年末のお肉は、お肉は恒例行事がいいですね。1年後、1年後って来年の3月。あ、まあ2周年目突入、まあまあまあ、だけど、まあ、そのちょっと3ヶ月前ぐらいにお肉を一回挟んで年末に。そうだね、うん、まあ2個目はやっぱあれかな、はい、グッズ展開がね、うんうんうん、もうね、実現するのかしないのか。します。します。頑張ります、そのことです、Pが。まあ、1個目は、イベントどうなの？いや、やりたいですよね。ね、本当に、ね。それこそ、ね、めちゃめちゃ、ね、イベントとかは、それこそ本当に、公開録音といいますか、生配信っていうのか、うん、まあ、そういうのとかあったら、リアルタイムでお客さんとこう、リスナーさんと触れ合いながら、うんうん、お届けしたりとか、それこそグッズができたらその場で、ね、うん、グッズお渡しとかもできたりとか、ね、うん、いろいろ確かになんか広がっていくなと思うので ね、直接感謝もね、言いたいしね、うん、そうなんですよね。やっぱ目と目をこうちゃんと見て、ね、ありがとうを伝えられる機会ってすごい大事だなって思うので、顔知っちゃったらさ、ね、あれかな、我々のってことですかああ、リスナーさんのなんかお便り読む感じも変わってきそうだね。あー、どうなんだろう。でも確かになんか私もそれこそ去年とか、お会いする機会とかいくつかあったので、うん、なんか、あ、この方はこういう見た目だなっていうのをこう覚えたりとかしてきたので、なんかお便り読むときに、あ、あの方だなって頭の中でこう思い浮かべられるようになってきたからこそ、うんうん、なんかそういう楽しみもある、アナログ的な楽しみもいいんじゃないかななんて思うので、あ、こんな3ついかがですか、ハピラチピー様。はい、頑張りますのことです。はい、頑張りますって言ってました。いや、これは現地取ったので大丈夫でしょう。実現させましょう、これは。はい、ななみかりんと藤井彩香のハピラジでは、普通をたまいりましょう。はい、マットティーパーティーさん、ななみさん、藤井さん、こんにちは。こんにちは。先日、私の好きなラジオ番組のイベントが東京ドームで行われたので参加してきました。うん、ラジオ番組のイベントが東京ドームで開かれるなんて夢があるなと思ったのですが、うん、ハピラジはイベント予定ありますか？うん、お、タイムリーですね。もしイベントがあればぜひ参加したいです。はい、ななみさんと藤井さんの人気があれば東京ドームとは言わないですが、横浜アリーナくらいなら埋まると思います。以上、
はい、ほら実現、あのさっきするって P が言ったので、はい、イベントやります。ほらマットティーパーティーさんが言ってるじゃん、はい、では我々は横浜アリーナっていうより、まあ、埼玉スーパーアリーナかなっていう、埼玉スーパーアリーナぐらいはまあ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 3 days 4 days やばだったら東京ドームで1 days 1 days というか単発でドドンと開きましょう。ぜひぜひあのね、本当にラジオのイベントが東京ドームなんて本当に夢のある話ですからね。すごく小規模なところでできたらいいですね我々も。あの本当に、うん、あなたと私っていう感覚の近さとかでも ね、できますから、できたらいいですね、はい、本当に。では続いてタモさんありがとうございます。ななみさん、藤井さん、ハピラジ ラジは3月15日の配信で第1回の配信日から約1年になりますね。うん、ありがとうございます。はい、第1回を聞き返しましたが、冒頭からななみさんが絶好調で、それを藤井さんが冷静に受け止めていて、はい、初めて聞いた時以上に笑ってしまいました改めて初回のお話やパーソナリティになった時のお話など聞かせていただけたら嬉しいです。あー、そうか、ありましたね、1年前ね。そう、我々でも3ヶ月前の感覚だからね、まだ昨日のことのように覚えてるよね、はい、エレベーターのお話もありましたしね。そうだね、あれだあれね、何だったんだろうね、今となっては、今となってはね、わかりませんが、でもね、なんかスルッとね、なんだろう、大きな壁も特になく、そうですね、うん、なんかあの、あー合わないなとか、こう、あ、やりづらいなみたいな、そういうのってあってもおかしくはないんですけど、うんうん、やっぱね、あの、そう、お互いもともと友達でやってたっていうわけではないじゃないですか。そう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 、そういうのが本当になく、うん、なんかこうお互い、まあ、私はなんですけど、こう話しやすい感じで1年迎えられるっていうのは、そう、まあ、なかなか運のいいというか、ね、相性が本当に良かったんだなっていうのはめちゃめちゃ思いますね。そう、うん、空気感がね似てるからかな。あ、さっきも話してましたもんね、なんかそのテンション感というか、あ、そうそう、テンション感がね似てるから、てて、うん、落ち着いて話せるんでしょうね、そうだね、きっとね、うん、そう思います。そう、だからね、よかったね、こんな調子で、はい、だってね、1年を3ヶ月と捉えてるんならさ、ってことは我々の中の体感の1年って3年、うん、そうすぐらいだから世間で言う3年なんでいつまでもこう勢い持ってでき続ける、はい、ということだからね、あの我々が1年おめでとうって言ってる頃には3年経ってますんで、うん、はい、皆さん末永く応援していただけると、マンネリがないという素晴らしい番組でございます。ありがとうございます。ななみさん、藤井さん、ハピラジは、ハピラジはもう3月ですね、先日花粉症の薬をもらいに職場の診療所に行きました、うん、すると薬局で他の薬は90日分出しますが、この薬はあるだけ出しますが56日分しかありません、うん、あとはいつ入ってくるか分かりません、すみません、うん、とのこと。その薬あと半月分くらいは残っていたので、ゴールデンウィーク明けくらいまで持ちそうなので、まあ大丈夫ですかね。うん、大変ですね、平和だなウィルさん。私もほんと花粉症どうなんだろう、今もう ピークなのかな、3月は。なんですかね、これからなのかな、うんうん、私もう収録日的には2月って、え、あ、3月か今もう3月かやばい、3月の頭なんですけど、私もがっつり飲んでて本当にだとしたらウィルさんのもう3月ですね未来人すぎて私が過去の人でした。ほんとぼーっとしてる、はい、あーやんは花粉症じゃないの、花粉症じゃないですね、強くない、幸いなことに。なんでだろうね、腸が整ってんのかな、なんだ家計的にはなってもおかしくないんですけど、全然そうだよね、はい、ずっと関東とかでしょ、そうですそうです、へーすごい、なんか運がいいのか、うん、なんなのか、そうだね、まあならないにね、うわー痒いなみたいな、目が痒いなって思うことはあるんですけど、全然なんか薬はまだ飲まなくてもぐらいなんで、うらやましい、はい、まあ、でもコップの水と言いますから、いつ仲間入りしても、溢れたらアウトですね、いつ仲間入りしても絶対に行きません、絶対に行きませんいつウェルカムですよ、いつ来てもお断りします、はい、お断りします。では続いて、はい、はい、ナオキオブナオキさん、ありがとうございます。はい、かりんちゃん、あーやんき、おい、ハピラジはハピラジは突然ですが、昔話でボケますので、うん、読んでいない方はおかしいと思ったところを全部突っ込んでください。え、私が突っ込むの？はい。アイアンじゃなくて？題材は桃太郎です。あ、始まった。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おかしい？これおかしくないね。うん。おじいさんは山へゴルフに。あら、接待？おばあさんは川へ。巻き割りと、おばあさんがパワフルなタイプの家か、食材集めに行きました。すごい、なんか亭主関白やだ、
洗濯と巻き割りをしてると、うん、川から大きな桃が流れていきました。流れて行っちゃったんだ数人がかりでやっとこさ、うん、鬼ヶ島へ桃を持ち帰ると、鬼ヶ島のおじいさんおばあさんだったんだね。へー、鬼たちは桃を食べようと桃を真っ二つに割りました。鬼桃を食べるんだ。へー、すると、うん、中からすっぽんぽんの元気な玉のようなきびだんごが出てきました。何、服着たきびだんごって何逆にすっぽんぽんのきびだんごしか知らない早速鬼たちは名前をつけました。名前つけたの、食べたいのに。桃から生まれたことから、うん、やはりロバートかジョニーか迷ったところ、うん、ハム太郎と名前をつけて大切に育てました。海外から急になんか子供アニメみたいなね数年後すごい、ね、ハム太郎は言いました。へけ、何何月に帰らなくてはなりません。鬼たちは開発チームを結成、インテリオにさらに数年がかりでロケットを作り、うん、生地に月まで無事に運んでもらいましたとさ。高性能な生地だった。目つぶし目つぶし、あすごい、胎児胎児面白いね。いやー、ツッコミどころしかないね。どうだった、私のツッコミ。接待が私は一番お気に入りました。ツッコミの才能あるかもな。いいですねあるかもな。いいね、目つぶし目つぶしって最後退治しちゃったね。こう結成までしてくれたのにね、開発チーム目つぶしで。目つぶしは一寸法師か、わかんないこれ。え、目つぶしって一寸法師なんですか。知らん、わからん。何目つぶし、めでたしめでたし、あ、目つぶし目つぶしって何、鬼の退治方法じゃないんだめでたしを多分目つぶしって言い換えてでもなんか平和でよかったね。ですね、全体的に。つまりこの記事はちょっと一回学会に発表した方がいいと思いますよ。そうだね、はい、宇宙を飛んだ記事でございますから、ね、開発チームってそういうなんか生物兵器的ななんかそういうところで開発したんだロケットとかじゃなくて。鬼ってすか。あ、でもロケットを作り生地に、あ、生地をロケットに入れたんか。あ、そういうことか。よくないわ。生地が頭いいってことでしたね。そうだね、はい、天才生地だったということで。無事ハム太郎と出会えたか、うん、続きもお待ちしております。あ、よくないよくない、こういうのよくない次私がツッコミになるからやだ続いて丸のくるみさん、ありがとうございます。七海かりん様、藤井彩香様、ハピラジは。ハピラジは。お二人にお聞きしたいのが朝のモーニングルーティーンと夜のナイトルーティーン。私は朝シャキッと起きて夜はしっかり眠るを心がけたいと思っていて、休みの日でも一日を無駄にせず充実した一日になるように心がけています。偉い。ですが休みの日二度寝をしてしまったり、ダラダラしてしまったり、夜なかなか眠れなかったり、お二人の中で朝と夜これするといいよというおすすめのルーティーンはありますか。ぜひ頑張っているお二人のルーティーンを参考させてください。階段から落ちてった階段から落ちてったね。よろしくお願いしますとのことです。はい、私も知りたいです。え、私ね最近一個ねモーニングルーティーン始まっちゃった。はい、あのね、ヤクルト1000飲むこと。朝に飲むんですか。 あれ朝じゃないの、あれ夜なの。なんか夜飲むと睡眠のなんか質が良くなるみたいな話をよく聞くんですよ。ヤクルトだから朝だろって朝飲んじゃった。起きたご褒美にヤクルト1000を飲む、はい、でも私ほんとたまたまなんですけど、うん、ちょっと前にヤクルトを買って、うん、毎朝飲んでました。あ、ほんと、はい、どうだった。いや、やめちゃったってこと。普通になんかヤクルト飲みたいなって気分だったんですよ、うんうん、で、あれパックで10とかじゃないですか、うん、10個入りとか、うん、なんでその10日間だけは毎朝起きたらヤクルトを飲むっていう。あ、やった。そう、だからなんか感覚的にはめちゃめちゃわかります。あ、へー、ご褒美として飲むみたいな。そう、美味しいよね。ですよね。一区切りになるよね。めっちゃわかります。あ、そうか、ね、寝る前か。まあ間違えた。でも1000はなんか寝る前ってよく聞きます。間違えたよ間違えたよ、マレのくるみさん。ナイトルーティーンだったかも。そうですね、どっちかっていうとナイトルーティーンかもしれない、ね、間違えちゃった。あ、急にグミが差し込まれましたが、忘れてた。これ今週のグミ、アイアン、これあげる。これ何、むっちりグミ。むっちりグミ、むっちりグミ。あ、そう、あ、当番組はグミ紹介番組という一面も持ってますので、はい、はい、今日ご紹介するグミは、はい、愛のスコール×むっちりグミということで、ユーハン味覚糖さんから出ている、はい、スコールっていう、私はちょっと初めて知ったんですけど、飲み物。たまにね、自販機によっては売ってる、はい、緑の
乳酸菌の炭酸飲料みたいな美味しいやつだよね。乳製炭酸飲料って書いてありますね。あ、すごい、うん、宮崎生まれらしいですねこれ。あ、そうなの、宮崎の飲み物なのらしい。まあ、生まれなんでそこから散らばってったりはするかもしれないんですけど、絶対美味しいよ。あ、いいね、ヤクルトつながりじゃない。乳酸品、確かに乳製品で甘酸っぱい味わいが特徴らしいです。食べてみましょう。でも本当にムッチリっていう名前からして、うん、ムッチリってなんかまあもちもちというかムチムチ感が弾力ありそうだよね、はい、結構ね。スコールか、すごい。どう、めっちゃなんかこうムチ、あ、ムッチムチっていう感じです。本当にムチムチだ。いただきます。形はスコールの形？うーん、あ、すごい、匂いめっちゃスコールだ。そうなんですね。うん、うん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 、すごい歯ごたえ、すごい弾力がすごいですねこれ。ムッチムチだね、うん、これ確かになんか、うんうん、ハードなんだけど、うん、弾力が なんでさ、スコールとかさ、ヤクルトとかさ、乳酸菌飲料ってこういう味するんだろうね。乳酸菌の味なんですかねこれは。乳酸菌美味しすぎない？美味しい、私も乳酸菌大好きです。あれ美味しいよね。え、これめっちゃ美味しいですね。ね、かもでも乳酸菌って飲み下げたらさ、お腹緩くなっちゃったりするのかな。あー、どうなん、実験してみます。これいっぱい食べてお腹痛くなるか。やだ美味しい美味しい、うん、皆さんもぜひ。これはお腹が空いた時とかいいですね、うん、この弾力、うん、ちょっと小腹が満たされる感じですごい弾力。はい、続いて、うん、前髪にグミついてましたさん。これがついてたのかな今回は。うん、確かに。ななみさん、藤井さん、ハピラジは、ハピラジは。これから暖かくなると T シャツの出番ですね。さすがにまだ先になりそうですが、準備だけはしておきたい、うん、ところで、お二人は面白いデザイン T シャツって持ってますか？どんなの持ってるか教えてくれ。違う、教えてくれって書いてある。やってんな。やってんな。やってんな。面白デザイン T シャツか。私、それこそファンの方からいただいたのが、うん、キウイってあの鳥居がいるんですけど、いるね、いるね、キウイの絵が描いてある、うん、なんだったかなんかオレンジ色かなんかで、うん、なんかバナナかなんかのみたいな、本当は難しいな、キウイなんだけど、うん、キウイっていうその果物にもかけてて、うん、キウイの鳥とキウイの果物がよくこう一緒になるとかはわかるじゃないですか、うんうんうん、でもそこをあえて果物のキウイじゃなくて果物のオレンジにしてみたいな、外してくみたい な, そういうなんかお前本当はどっちなんだいみたいな感じのデザインの T シャツをいただいたことがあって、へー面白いね、うん、私なんかあんまりないんだよね。 なんだろうな、なんかニートと なんか書いてあるやつあるよね、自宅警備員みたいな。なんか私それこそお世話になってるよくご一緒になる舞台監督さんとかが、うん、そういう面白い T シャツよく着ててなんか毎日無料で働きますとかそういう感じの面白い着てますね。いいな、なんか欲しいな、家のなんもないんだよな正直。じゃあ今年の誕生日プレゼント、うん、面白い T シャツ、面白い T シャツ、うん、ぜひぜひと見繕っておこう、ね、いいの、なんかあったら写真アップします。多分ないと思う。皆さんがむしろ逆に面白い T シャツ持ってたら、ね、教えてほしい、こんなの持ってるよなんてね、教えていただけたらと思います。はい、では以上フリートークのコーナーでした。はい、ナナミカリンと藤井彩香のハピラジ。架空妄想恋愛相談。このコーナーは皆さんの架空の妄想恋愛話を聞いて、恋愛妄想マスターナナミと藤井がキャハウフフとするコーナーです。皆様の素敵な恋愛話を二人でめでて差し上げます。私たちがその話もう飽きた、もしくは私もそんな恋したいとなったら、次のお便りに参ろうぞよ。誰例によって我々は相談に乗りますが、絶対に確実に一切の責任を負いません。ということで1通目参ります。はい、ちょっと時代遡ってるよねハピラジ P の。そうですね、まいろうぞよ、坂本龍馬的な日本の夜明けは近いぜよみたいな、近いぜよみたいな感じなんですかね。わからんね。はい、くせ者のキヨシンさんからです。はい、ありがとうございます。妄想恋愛マスターさん、こんにちは。こんにちは。先日は相談に乗っていただきありがとうございました。いえいえいえ。やはり大切なのは誠意ですね。
あの柔軟性さんと仲良くない方でしたね、確かね、うんうんうん、さっきのお便り1月の半ばに投げて、水面下で軽くでも挨拶を心がけて、左足前ちゃんは結構仲良く、お右足前さんは完全にヒステリー気味ですが、ダメだないやよいやよもなんとやらで、おのおの培っていけるようじわじわアプローチしていきます、うん、そしてオクテブって言いましたが、実は思春期あたりに現れた猫背さんとただならぬ関係で、柔軟性ちゃんと向き合うために猫背さんとはけじめをつける覚悟を決めました、うん、お二人は隙のない佇まいをされるとき心がけていることはありますか、うん、2024年はあらゆる筋を伸ばしてハピラジリスナーになったことで 164.8cm のような身長を 166cm にすることを目標にします、うん、即はかとなく頑張ります。うーん、なるほど、うん、ねえ、やっぱ結構悪いわね、猫背ってほんとそういうとこあるわよね。もうそうね、ほんとなんて言うんだろう、そう、もう誰かで構わず手を出すんだから、うん、猫背は。そうだね、ほんと私も猫背に手出されたわ、ほんと私今もよ。やだー、切れないの関係が。切らなきゃダメじゃない、猫背とは。どうしたらいいの、だってもう冬ついてくるんだもの常に。そうね、でもあいつ意外と突っぱねたら結構すぐにどっか行くわよ。どうやって、なんかバンドとかするわけ、なんかあるわけ方法が。あ、まあ、よく猫背矯正バンドとかあるかもしれないけど、うん、まあ簡単に普通に意識をするだけであいつ意外とすぐどっかに行くから、ちょっと肩甲骨グッて外にこうグッて力を入れて、うんうんうん、で、お腹のこの真ん中っていうのかな、うん、体の中心部分が上からこう引っ張られてるような感じで、うん、ちょっと上にくって意識するだけで、うん、意外とあいつすぐどっか行くから。すごい勉強になるなあと猫背と一緒で、うん、きっと骨盤もあんた手出してきてんじゃないの、キヨシンさん骨盤矯正も結構いいわよ、あれもいいね、やっぱあーやんはね、フィジカル強いですからみたいなね、立ち方は強いから。私もすごい猫背なもので、ね、結構気抜くと猫背になっちゃうので、わかるな、はい、あとね、ストレートネックさん、さっきから何みりんちゃんが隣でずっともぞもぞストレート肩甲骨を回し始める私の視界に入っておこう、ね、あ、面白い。こうやっていろんなやつに手を出すんですよ、そうそう、猫背は。本当に遊ばれないで、そんな悪いやつに。そう、もうあんなやつなんか目もくれちゃダメよ。ダメよ、うん。じゃあ続いて、はい、コロハチさんからいただきました、はい、これ対策ですね。これは2人で分けて読んでいきますね。はい、これお返しはどうしたらいいんですかねというご相談です、うん、今時の高校生はバレンタインデーやホワイトデーに男女関係なくみんなでお菓子を楽しむそうですが、うん、私の通う高校では主に女子だけが互いにお菓子を送り合うイベントとなっています。一通り友達とのお菓子交換が終わり、うん、手持ちのお菓子の残機がゼロになったので、うん、これ以上知り合いと遭遇する前に帰ってしまおうと昇降口へとつながる階段を降りようとした時のことです、うん、頭上から待ってと声が降ってきたので見上げるとたまに話すかなという印象のクラスメイトの女の子が降りてきました、うん、おー上からよく気づいたねと声をかけると、だって鈴がと答えるので、ああこれと鈴のついた自転車の鍵をポケットから取り出して見せたのですが、その子が顔を上げる素振りはなく、うん、うつむいたまましばらく立ち止まってしまいました、うん、私は様子を伺いつつどうしたと声をかけるも反応はなく、よく見るとその子は上履きを履いていませんでした。あら、2月の冷え切った階段なのに。シリアスな空気を察知し両手をポケットから出し、カバンも隅に置いてその子に歩み寄って背中をそっとさすろうとした時でした。その子が突如勢いよく顔を上げ大声であげると叫び、こちらへ突進してきました。ほう、驚いた私も叫びながら思わず水落ちのあたりで両手をお椀型に構えて物をキャッチできる体勢を取りましたが、何も手応えもなし。ほう、ぶつかった衝撃もなく、ちょっと上着のコートが擦れたかなという程度。わけが分からず床を確認しましたが、キャッチし損ねて物を落としたわけでもなさそう。
何だったのか聞こうにもその子はもう廊下を走り去っていました。とりあえず驚いて上がった心拍数を整えようと両手をポケットに突っ込むと空だったはずのポケットから謎のカサカサ音が。待って、怖い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 。恐る恐るポケットの中のものを掴んで取り出すとめちゃくちゃ綺麗に飾り付けがしてある手作りチョコレートケーキでした。あ、あげるってこれ？やっぱチョコじゃん。なんだよ、上履き隠されたわけじゃないのね。よかったけど、いや、普通に渡せー。ない、理由がこれを？ん？一応確認しましたが、特にメッセージカードのようなものはなくて、今更その子を走って追いかけても見つけられるわけがなく、上履きを履いていなかった理由はおそらく中庭から校門へ向かう逃走経路を取ったから。その子の上履きはちゃんと下駄箱の中にありました。すれ違いざまにポケットにお菓子を入れる高等技術、どんだけ準備したの？頭を抱えてしまいます。私はどうしたらいいのでしょうか。あ、これはきっと相手は相当訓練をされた手だれですね。そう推察しますか。だいぶ手だれです。これはもう一度整理してください、藤井さん。はい、こちらコロハチさん、はい、まあ主人公の子っていうんですかね、はいはい、その主役の子が、はい、まあみんなにお菓子を配ってたけど、はい、もう手元にお菓子がないと、はい、なくなっちゃったから、うん、まあ、誰かにもらったところでお返しができないから、うん、じゃあとっとと帰ろうぜということで準備をしてたところ、うん、なんかまあたまに話すかなぐらいのクラスメートの子が来て、うんうん、なんか、おーどうした、え、でも上履き履いてないじゃん、どうしてどうして、上履き履いてないよ、どうしよう、あーなんかどうしようってなった時に、うん、いきなりあげるって言われて、うん、何をってなって、うん、とりあえず手をこうお椀型にして、うん、キャッチできるようにしてたわけですよ、うん、そしたらなんか突進してきて、うん、おーなんだなんだと思ったら気づいたらいなくなってたわけですね、うん、なんだろうと思って自分のポッケをガサガサってやった時に、うん、なんか物が入ってる、何何何が入ってるのと思ったら、うん、ちゃんとラッピングされたチョコレートが出てきたと、うんうん、チョコレートケーキか、うん、はい、チョコケーキが出てきて、なんだよチョコ渡したかっただけなの、普通に渡してよ。でもあれなんでだろう、あ、中庭から校庭、あ、校門に向かうこの経路を取ったから上履き履いてなかったのかな、うん、え、私どうしたらいいのってことらしいです。かいつまむと、おそらくマジシャンになれますね彼女は。そう、チョコを渡した子は相当手だれなマジシャンか、もしくは忍者か、そう、スパイか、はい、どれかだと思います、はい、これはどうだろう、気持ちに応えたらかなり茨の道だな。だって彼女はくのいちなんだから。いや、わかんない、マジシャンかもしれない。いや、でも私は、うん、くのいち、その忍者説を推してますね。くのいちですね、はい、はー、え、これこの主役の子ターゲットにされてるとかない？大丈夫？大丈夫？それなんか入ってませんでした、そのチョコレートケーキ。大丈夫？どっちかですよね、そうだね、ターゲットにされ、うん、どっちの意味のターゲットかによって、そうだね、好意とか好意を示す方のターゲットなのか、うん、くのいちとしてのターゲットなの か、どちらでしょう。でももう一回確認した方がいいかも。でも、うん、くのいちとしてのターゲットだったら絶対もっとバレないようにこう紛れ込ませると思うんですよ。でも十分紛れ込んでる、バレンタインデーだよ、だって世間は。確かに、だってコロハチさんだってさ実際チョコだと思っちゃってるよ。思ってますね。いや、でもきっとなんか上履き履いてないとか、うん、なんか突進してきたとか、この不可解なことを残してるじゃないですか、うん、この人は、うんうん、だからきっとこの人はコロハチさんにとっての特別な存在になりたかっただけの可愛い相手だったかもしれない。そうか、ラブかもしれない。ラブかもしれない。コロハチさん、私はくのいちだと思ってるんで気をつけてください。足元裸足だと言ってましたけど、足袋かなんかじゃなかったですか。見えない足袋とか実は履いてたかもしれない。もうすっごいあれじゃないですか、動きやすいね、はい、足袋みたいな履いてるはずなんで、くのいちは吸盤とかついてて、そうそうそう、天井から張り付いて、そう、よくね、できるかもしれない。そうそう、いやどっちでしょう、どっちのターゲットかはちょっと見極めていただいて、見極めて、ちょっとよく、はい、一回食べるのやめといて。私はね、ちょっと保管しておきましょう、うん、じゃあ、はい、ということで、はい、次のコーナーです。はい、七海かりんと藤井彩香のハピラジ。あはははは、うん、なんと、やめられた。あ、もういつでも大丈夫です、はい。はい、
このコーナーはやっぱりやめた方がいいよねとかやめたいなどのダルダルな気持ちのお便りに対して私たちがしっかり受け止め引き締めたしなめて優しく叱っていくコーナーです。というわけで否定しすぎない振る舞い選手権代表北半球の動揺してるけど否定しすぎない振る舞い選手権北半球代表の七海藤井にこんなお便りが届いています。ちなみに今回のタイトルコールのテーマははい、ハピラジピーとみりんちゃんでした。あ、もっとやればよかった。なんかシーハシーハとかすればよかった失敗したな。やばい、あのリスナーさんは知らないからどこまでが本当でどこまでが嘘かわからないからやりたい方でできましたね、ぶっちゃけね。シーハシーハーシー、あー失敗したな。はい、今回はですね、皆さんの、相談乗る前にいつ別のお便りを紹介したいと思います。そうだ、はい、直木信直樹さん、ありがとうございます。ありがとうございます。かりんちゃん、あんやん、雪積もってますね、ハブラジバン。私、うん、一つ気づきました、うん、かりんちゃんのたまに出てしまう殿下の宝刀などの、うん、たまに出てしまうお口がいたずらしてしまう時あるではないですか、うん、その時きっと出てしまうんですね、うん、かりんちゃんの、本心裏のかりんちゃん、そう、裏かりんさんが裏かりんさんが読み方は裏かが、苗字で下の名前がリン、うん、発音は、リスナーさんのお名前をお借りしますね、七瀬芽さんと一緒らしいです例えがリスナーさんなのかもしれない。直木信直樹さんが、うん、もう例えとして送ってくださいました。裏かリンさん、はい、裏かリンさんね、かりんちゃんがラジオ慣れしすぎてついててしまったのがきっかけに生まれてしまったもう一人の存在、うん、あら、編集でカットされたところにもきっとリスナーが知らない裏かリンの知られざる発言があるのかな。まあたまに出てしまうアイアンキーみたいなものですね。たまに、うん、アイアンキーと、浦香凛、これでお互いにいじれますね。ということで今回のちゃんとやめられたは、うん、アイアンキーと、浦香凛で、ね、お届けをしてみようかというね、いい提案をしていただきました。本当にはい、やってみましょう。ちょっとね、アイアンキーずっと羨ましかったから、浦香凛ちゃんね、いいんですね。はい、まあ、どんな人格かはねまだわからないけれども、はい、浦香凛さん、試しに一発やってみましょうか。ましょうか、はい、じゃあまず前髪にグミついてましたさん、ありがとうございます。調味料の小瓶を片付けられません。七味の瓶とかテーブルに置きっぱなしにしてしまいます。ちゃんと使ったら元の場所に戻しておくことができるよう色っぽく叱ってください。おい、これは色っぽくって言ってんじゃねえよ。アイアンキーに色っぽくなんて求めてんじゃねえよ。ここはな、浦香凛様がな、色っぽく叱ってくれるからよ、耳かっぽじってよく聞いとけよ。じゃあ、お願いします。あなたね、物にも家があるの、わかる？七瓶、七瓶七瓶の瓶、略して七瓶。七瓶置きっぱなしになってたらどう感じると思いなの？そこまで考えたことあるの？あと、普通に油とか飛んでギトギトになる。それを片付けるのは誰なのかしら？反省しなさい。はい、おう、どう、いいんじゃないですか。どう、あ、なんか魂で怒ったわ。浦香凛さんもすごくいいと思います。あ、どうも、はじめまして、浦香凛です。はじめまして。はじめまして。いつも七海香凛さんとちょっとお仕事させていただいてるんですけれども。ええ、知ってるわ。 ありがとうございます。今日は浦香凛さんが、はい、一緒に叱っていただけるということで、ええ、ありがとうございます、うん、ちょっとね、うちのアイアンキーの方もやっぱまだまだあアイアンキーね、品のない子、わかるわ。ちょっと叱るの慣れてないようでして、はい、はいはい、勉強させていただければと思うので、まあ、勉強してちょうだい、私のこと見て。ありがとうございます、はい、じゃあ次いきますね。はい、お願いします。マネのくるみさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私のやめられないこと、うん、それは七海かりん様のこと羨ましいと思ってしまうこと。七海様は笑顔が素敵で可愛くて、私も七海様のように可愛くなりたい。七海様お願いです。こうすれば私のように可愛くなれるんだよとお言葉をください。よろしくお願いします。ああ、言ってやるよ。なんで裏かりん様がよ、七海様の代わりによ、どんだけ七海様が可愛くて可憐で美しくて最強の人間かっていうのはな、裏かりん様が言ってくれっからよ、耳かっぽじってよく聞いとけよ。じゃあお願いします。あら、マルのくるみさんでしたっけ。ありえないわ、私のようになれると思いで
まあ教えてあげてもいいわ。まずは心を磨きなさい。そしたら自然と外見もついてくる。そしたらナナミ様のように可愛く、あーごめんなさい、きつい、なれるわ。さすがですよ。ごめんなさい、ラカリン様。ごめんなさい。なるほど、心も綺麗にしたらナナミ様のように可愛くなれるんすね。汚い人間なんです。足をちょっと見習いやす。ありがとうございます。ありがとうございました。続いて生理食塩水さん、カリン様、アイアンハピラジ ラジは番組冒頭は番組配信番組にコメントで参加する際にコメントを短くしすぎる癖をやめたいです、うん、先日頭の髪がプリンなのというコメントを速さを優先して頭がプリンなのと送ってしまいました。結果コメントのラグなども相まってどうやら頭がプリンみたいに悪いと受け取ったみたいです。普通豆腐じゃねという疑問は一旦置いておくにしても悪かったなと反省しました。なお後で X を通して誤解は解けました。ふーん、おい、なにプリンって何、おい、あら、コメント短くして頭プリンって送ったのか。今からよ、ウラカリン様がウラカリン様がよ、適切なアドバイスしてくれっからよ。いいか、耳の穴だけじゃねえ、全身の穴かポジってよく聞いとけよ、これだ。じゃ、お願いします。前座お疲れ様、アーヤン。あざす。いつもお疲れ様。あざす。同居は楽そうでいいわね。何、頭がプリン、頭がプリン、そうね、ちょっと頭が働かない。ちょっと、あとごめんなさい、プリンも豆腐もちょっとよくわからないんだけれども、まあ、あなた、そうね、プリンで間違いないわ、多分。うん、だからた、そんなに間違ったこと言われてないわね、まずね。うん、だから、こう、なんて言うんでしょうか、まあ、短くしすぎる癖というか、こう現実を見なさい。ちょっと別に短くしすぎてもそんな間違いではないということ、あなたみたいなプリン頭は。違う、多分。そうよ、姉さん、姉さん、まあ、豆腐でもプリンでも私にとっては大した問題ではないのね。そうっすね、そうっすよね。そうよね、はい、そうっすね。うん、まあ、うん、まああなたには興味ないかもしれない。さようなら、アイアン、はい、お願いします。わかりました。最後のお便り行きたいと思います。向いてないわ。何言ってた私今。なんかいろんなこと言ってました。マットティーパーティーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ナナミさん、藤井さん、こんにちは。こんにち は。私のやめたいことはテレビの音量を5の倍数に設定してしまうことです。そんなルールはないのに好きな番組をちゃんと見たいときは20、うん、BGM 的にとりあえず流しておくときは15、うん、作業に集中したいときは10にしてしまいます。少しだけ音量が小さい、少しだけテレビがうるさいというときにも自分の縛りのせいで音量を5ずつしか調整できないのでとても不便です。お二人の怒号で私の5の倍数の呪いを払ってください。以上。あら。あら、あなた本当に視野が狭いわね。あなた今のテレビを買い替えた時どうするおつもりですの。本当に、まあ、あの全てのマイクに頭ぶつけた。全てのテレビの音量が一緒とは限らないじゃありませんこと。違うの、アーヤン、庶民は違うの。庶民はですね、アーヤンキーでしたっけ、名前忘れましたけど。家にテレビがないんすよ、姉さん。ごめんなさい。庶民は庶民かか、テレビはないんすよ、きっと。そうね、だからマットティーパーティーさんはきっと金持ちっすよ。これに関してどう思うの、あなた。ちょっと聞かせなさい、ちょっと意見を聞いてあげるわよ。足だったら5の倍数じゃなくて3の倍数にすると思います。なぜ。なんかキリがいいから。一緒じゃない、言ってること。好みの問題じゃないの。かわいそう。3と4と5、3と4と5を大事にして。2と、あと私は今2を忘れましたけど、姉さん1も忘れてます。1も忘れてるわ。あと一応0もあります。うん、0もある。私にとってはね、大したことではないのだけれども、まあまあまあいいんじゃない。あんまりマイルール決めるといいことなんてないわよね。あやん、アイアンキーでしたっけ、名前覚えられないわ、あなたの名前。アイアンって部分だけでも覚えてもらえて幸せっす。あざっす。はい、うん、その程度でいなさい。はい、それでは次のエンディングです。次のエンディング。
というわけでエンディングです。さあ今日は新たな浦かりんさん、新たななんか人格が生まれましたね。そうね、アイアンキーもちょっと進歩してたね。楽しかった。腰巾着感だっけ。 いつもは一人でアイアンキーで、ね、うん、自己完結してたから。そうだね、なんかあんま行ききれなかったんですけど、うんうんうん、相手がいるとやっぱ、ね、関係性が生まれるからめっちゃやりやすいですね。世界観がつながったね、私たちの、はい、まあ、浦かりんさんの大変、もうちょっとね。しかもこう、ね、お互いちょっと得意どころなんて言うんだろ う、ね、割と上からが得意なイメージだし、私はなんだろう、雑魚感の方が得意なんで。私は雑魚を出す方が得意なんで。もうちょっと引き出しをね、はい、増やしていけたらいいなというか、罵倒のね、はい、定番化していきましょう、これは。さあ、じゃあ、はい、川柳。おしぼりじゃない、なんだっけ、川柳でございます。おしぼりは顔拭きました ね、 あら、またまた会話小説さん、ありがとうございます。ラッパーはなんで映画に出たがるの。この川柳は私が中学生だった頃に親戚が集まることが多い年末年始にハリウッド映画をテレビで親戚と見ていた時に抱いた疑問です。うん、どういうこと。ラッパーって映画に出たがるの。需要があるからじゃないですかね。わかんないけど。ていうかわかんないけど、親戚にラッパーがいらっしゃるのかな。え、そう、だとしたら親戚にラッパーがいて、そのラッパーが実はハリウッドに出てたみたいな、あ、 そんなマジカルなストーリーがあるのかもしれない。すごい、ね、すごい、いろんな、ね、ことを考えさせられる一句だね、これはね。ラッパーって映画出たがるんだらしいです、ね、もうちょっとあるあるとはならないけれども。はい、はい、このラジオでは皆様の投稿をどしどし受け付け中です。お便り投稿フォームからお願いします、はい、お便りの投稿フォームは YouTube の詳細ページやハピラジ公式 X などからどうぞ。ハピラジ公式 YouTube チャンネルのチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。というわけで終了です。ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しています。 BGM はハサミマンと後藤真理子の提供、そして番組の提供は RRJ でお送りさせていただきました。それではバイバーイ。